こんにちは。思春期の子育てアドバイザーの道山圭です。本日は自閉症の子どもの特徴と育て方というお話をしていきます。はい、まあですね、お子さんがちょっと自分のね、子供がですね、他の子とちょっと違った特徴があったりすると、もしかしたらうちの子自閉症なんじゃないかなとか、発達障害なんじゃないかな、そういったようなね、悩みを持たれる方結構多いです。じゃあ自閉症とはそもそも何なのか、っていう話と、あとはじゃあ実際自閉症なのかどうかっていうチェックポイントですね。今日はその辺をしっかりお話ししていきたいと思います。またですね、お子さんが自閉症に該当する場合、正しいね、対応方法をしてったら、やっぱお子さんしっかり伸ばしていくことができるんですね。なのでその方法、具体的な育て方ですね、この部分についてもしっかりお話ししていきたいと思います。で、最初に一つだけね、お話ししておくと、まあ、僕はも、元教員という立場でね、現在思春期の子育てアドバイザーという立場なので、精神科医目線ではなくて、子育てアドバイザー目線でのお話になります。なのでそのあたりだけね、最初にご理解いただければと思います。はい、じゃあまず最初に自閉症とは何かという、ね、お話からしていきたいと思います。実際僕の教え子にも自閉症の子いましたし、あとはね、僕の親戚とかにもね、自閉症の子いたりします。なので自閉症とは結構ね、僕自身いろんなね、深いつながりがあったりするかなと思っています。じゃあ自閉症ってこれ何かというとですね、まあ、一言で言うと発達障害の一種だというふうに思ってください。で、まあ、特徴としてね、この後いろいろ詳しい特徴はね、チェックポイントとともにお話ししていくんですが、一番わかりやすい特徴ってこれ何かというとですね、視線が合わないっていう特徴がすごくわかりやすいです。ほんと幼少期の子供、生まれて1歳とかね、それぐらいの子が自閉症かどうかを判断するときに、まあ、何で一番見てるかっていうと、この目が合うかどうかでやっぱね、チェックしてるんですよね。なので、まあ、一番の特徴はそこだと。まあ、それ以外にも、まあ、いろんな特徴があるので、それはね、この後お話ししていくんですが、まずは発達障害の一種だというふうに考えるようにしてください。で、まあ、自閉症スペクトラムっていう風に言われますよね。このスペクトラムって何かっていうと、連続体っていう意味です。つまりどういうことかというと、あるラインを越えたら自閉症、それまでは自閉症じゃないっていう、こういう白黒はっきりできるものじゃなくて、連続体、つまり、まあ、自閉症レベルがこれぐらいの子からこれぐらいの子からたくさん強い子というような感じで、この連続体で程度が違うだけだよっていうのが、この自閉症の考え方になります。なので全てに該当したら自閉症だよ、それ以外は自閉症じゃないよっていうふうに真っ二つに分けることはできないっていうのもね、この自閉症の特徴かなと思います。はい、でですね、原因なんですけどね、これいろいろね、研究されているんですが、現時点ではまだ明確な原因分かっておりません。まあ、いろいろ言われてはいます。例えばね、なんか遺伝なんじゃないかとか、あとは脳に障害があるんじゃないかとか、いろいろ言われているんですが、まあ、現時点ではまだ分かっていないので、仮にお子さんが自閉症だったとしても、お父さんお母さんたちが落ち込む必要はないかなと思います。はい、次に簡単チェックポイントという話をしていきます。じゃあ、お子さんが自閉症かどうか、これをチェックしていくときにどんな視点をね、持っていったらいいのでしょうか。まあ、僕はもともとね、中学校教員だったので、まあ、小学生、中学生、高校生あたりで使えるまずお話をしていきたいと思います。まあ、ただお子さんがね、幼少期、0歳から、まあ、6歳とかね、それぐらいの時期であっても、まあ、視点はね、同じなのでね、お子さんに該当するかどうかチェックしていただければ大体ね、わかるかなと思います。で、今回5つチェックポイント紹介したいと思います。まあ、そのうちの3つ以上当てはまるようであれば、自閉症が可能性があるかなっていうようなぐらいのね、まあ、軽い感じで捉えていただけるといいかと思います。で、まず1つ目、これは目が合わないですね。先ほども言った通り、一番の特徴はやっぱここに出てくるかなと思います。お子さんとこう目を合わせようとしてもね、常になんか変な方を向いちゃってる。ねねねって言っても、なかなか目が合わない。こういった子は自閉症の可能性が、結構高いかなと思います。二つ目、相手の気持ちがわからないです。まあ、自閉症の中でもね、まあ、発達障害全体で見たときに、アスペルガー症候群っていうね、一つのものがあるんですけど、それとすごく似ているというかね、同じような関連付けられたものではあるんですが、相手の気持ちがわからない。つまり、例えば、こういう言葉を言ったら相手の子が傷つくんだろうなって子が、やっぱりなかなかわからないんですね。なので、相手に何か変、ひどい言葉をかけてしまっちゃったりとか、でも自分自身はね、悪気はないんですよ。悪気はないんですけど、そういう言葉を投げかけてしまったりするっていうような特徴があります。三つ目、
こだわりが強いですね。これ言い方変えるとひたすら同じ行動を取り続けてしまうという特徴があります。まあ僕の教え子にもねいたんですけど、まあ例えばじゃあ紙をねなんか破るっていう行動が好きだったら、もうそれをね1時間でもずっとこう破り続けていたりとか、あとは何かね、集めるのが好きだった時にずっとひたすら集めてるのが好きみたいなね、そんな特徴があったりもします。4つ目、融通が効かないですね。融通が効かない、これちょっと言い方変えると急な予定変更が起こるとパニックになっちゃうってことです。だから自分自身はもうこれで行くって決めているのに、それを急に変えられたりするともうパニックになっちゃうんですよね。でなんか暴れ出しちゃったりとか、もう急に泣き出してしまったりとか、なんか急にパニックになって走り回っちゃったりとかっていうようなことが起こったりします。あと5つ目、友達作りが苦手です。これはね、相手の気持ちがわからないってところとちょっとね、関連づいてはいるんですが、やっぱり相手 の人間関係をね、構築するのがすごくね、自閉症の子は苦手です。なので、例えばね、友達関係をね、友達を作るのが苦手だったりとか、あとはね、まあ、一回喋ったとしてもなかなかね、相手とうまく交流できなかったりして、友達が結構少なくなってしまう傾向が、強いです。まあ、その結果、なかなか友達とうまくいかなくて不登校になってしまうとかいう、そんなようなケースもあったり、します。で、こういった特徴を今ね、5つ挙げたんですが、結構な方がね、これ、俺これ、5個のうちの4つ当てはまるじゃんって方結構いると思うんですよね。で、実は僕自身も最初の目が合わないっていうところ以外は、基本的に僕結構当てはまっているんですよ。なので、じゃあ僕が自閉症かどうかっていうと、これなかなか難しくって、結局はですね、その程度のレベルなんですよね。例えば相手の気持ちがわからないときに、僕だって分からないことありますよ。この子どんな気持ちなんだろうって。分かんない。でもそれが分からないだけで自閉症かっていうと、そういうことじゃなくて、もう程度がかなりひどい。もう相手がね、こんなこと言ったら普通傷つくだろうってことは平気で言っちゃっても、キロッとしちゃってるみたいな。それぐらいのひどい場合は、まあ自閉症の可能性があるっていうふうに捉えて、基本的にね、ほとんどの項目に該当する方が多いと思うので、その程度で考えるってことがね、大事になるかなと思います。はい、次に親がすべき3つの接し方というお話をしていきます。はい、じゃあ具体的にね、お父さんお母さんたち、もしお子さんが自閉症というね何か特徴とかがあったとしたら、どのように接していったらいいのか、まあいろんなポイントあるんですが、僕がですね、現在自分のね、相談してくれた方によく伝えているポイントが3つあるんですね。今日はそこだけ噛み砕いてね、お話ししていきたいと思います。このポイントをしっかり押さえていただければね、お子さんの学校生活かなりね、楽になるかと思います。まず一つ目が、他の子と比べないっていうことですね。まあやっぱりね、これ自閉症に限らず発達障害でもそうなんですが、そうじゃない子と比べると結構劣っちゃう部分ってあるんですよね。で、そこで、そのそうじゃない子たちと比べてしまうとですね、どうしても親としてやっぱりね、なんでうちの子だけこんな風なんだろうっていうふうに思ってしまいがちです。で、そう思うだけだったら別に問題ないですが、これをですね、子供に伝えてしまったり、知らないうちにそういう雰囲気で出してしまうと、やっぱ子供ってすごく傷つくんですよね。逆に、発達障害だ、まあ発達障害とかね、自閉症だったとしても、親がそこまで気にしてなくてですね、まあうちの子はこういう特徴があるけど、それなりにね、頑張っていい道に進めていくように頑張ろうぐらいな気持ちで持っていたら、子供もやっぱすごく気持ちが楽なんですよね。なので、まずは他人と比べるんじゃなくて、まあ子供にやっぱいいとこたくさんあるので、その部分にしっかり目を向けて、せめてお父さんお母さんたちは子供のことをしっかり認めてあげるってことがね、ものすごく大事になります。二つ目。これパニック対策ですね。どういうことかというと、まあ自閉症の子、発達障害全般の子はですね、やっぱ急な予定変更とかがあるとパニックになっちゃうんですよね。例えば当日の朝に雨が降りましたと。で、雨が降って急に遠足が中止になりました。こんなことが起こると子供はパニックになるんですよ。もう今まで遠足に行く気満々だったのにね。なので、そういう場合どうしていったらいいかっていうと、もう事前にですね、やっぱそういうことは少しずつ伝えていくことが大事ですね。例えば、じゃあ3日前のね、天気予報でね、もう雨になりそうだったとしたら、まあ可能性はまだ全然わかんないけど、もしね、雨になったら中止とかもあり得るかもね、みたいなような、そんなニュアンスの話をね、少しずつしていくわけですよね。まあ、ここでもね、急に言っちゃダメですよ。例えば、3日後雨だからなくなるよ、みたいな。そしたら、このまま急な予定変更でそこでパニックになってしまうので、そうじゃなくて、ゆっくりね、じんわりと伝えていって、その急なパニックにならないようにしていく。まあ、理想を言うならね、予定変更とかあんましない方がいいんですが、まあ、できないものに関しては、こう、ゆっくりね、じわじわ伝えていくってことが大事になります。で、あと、やっぱり最初に言った通りね、何かにね、
ね、集中するとずーっとやるっていう傾向が結構強かったりするんですよね。その時に無理やりそれをやめさせようとすると、やっぱパニックになってしまうこともあるので、やっぱそこはね、しっかり、子供たちがね、落ち着くまで待ってあげる、見守ってあげるってことも大事になるかなと思います。で、最後3つ目、これ学校の先生と連携するってことですね。これものすごく大事で、自閉症の子たちというのはね、やっぱり自分では悪気がないけど先生から叱られるっていうことをね、まあ、小さい頃からずっとねこう行われてきてしまっているわけです。なのでその時にね、先生たちの理解がないと、なんでそんなこともできないんだとかって激しく叱ってしまって、先生が嫌いになってしまったり、学校がトラウマになってしまったりします。でもこれをあらかじめお父さんお母さんたちが先生に伝えておいたら、そういうことって防げますよね。で、なので子供たちにとってすごく居心地のいやすい学校になりますし、あと何かあった時にね、お父さんお母さんがすぐに学校に迎えに行ってあげられるような連携づくりができれば、やっぱ子供たちのね居心地の良さってすごくね良くなると思うので、なので先生としっかり連携をとって、進めていくってことがね、ものすごく大事になります。はい、次に薬は使うべきかという話をしていきます。まあ自閉症が起こった時にね、やっぱり薬に頼った方がいいんじゃないかっていうふうに思われる方ね、結構いらっしゃると思います。これに対する僕のね考え方なんですが、精神科医の先生と上手に連携を取って使っていく分にはねすごくいいかなと思います。というのも僕のね教え子で、自閉症の傾向があった子たちの中にはですね、やっぱその子に合う薬をね、しっかり処方してもらうと、よりね、学校生活が過ごしやすくなったって子やっぱりいるわけですよね。なので、その子たちもやっぱりね、親が勝手にその薬なんか全部ダメだって言ってね、やめちゃっていたら、やっぱそういうのはすごくね、すごくしづらい学校生活を送っていたと思います。でもそこでね、お父さんお母さんが受け入れて、先生と上手に連携してね、子供たちに合うものをこう探していったからこそ、学校生活がすごくね、やりやすくなったと思うので、ぜひですね、そこは精神科医とうまく連携を取ってやっていくとね、いいかなと思います。今回は動画だったので本当に大事なポイントしかお話ししておりません。もうちょっと細かい説明は私のホームページの方に詳しくまとめてあります。この動画の下の詳細欄からホームページのチェックできますので、よかったらこちらも参考にお子さんに向き合っていただければと思います。